さてテレビ信州では伝えよう里山物語と題して里山を守り育てる取り組みをこれまでもご紹介してきました。で今週1週間は夕方ゲット里山ウィークということでその里山や自然またそこに住む動物と私たちの関係についてご紹介していきます。初日の今日のテーマはこちらです。命の恵みを使い切るです。まあ、里山というのはね私たち人間にさまざまな恵みを与えてくれているんですが、はい、その一方で、うん、野生鳥獣による農林業被害が起きているのもまた事実なんですよね。そうですね、はい、こちらのグラフ表を見ていただきたいんですが、はいはい、この農林業被害のうちですね、一番大きいのが鹿なんですよね。そうなんだ、俺てっきり鳥の方が多いかと思ってたのよ、うん、もう鹿でしておよそ7億円あります被害のうち3割が鹿による被害なんですよね。そうなんですね、はい、この農林業に加えまして自然生態系にも影響を及ぼしているんです、うん、でその個体数を調整するために駆除というのが行われているんですが、はい、その駆除された命ですよね、うん、どうなっているか、うんうんうん、いやこれはもうやっぱりお肉としていただく ね、はい、美味しいですよ鹿のお肉。はい、その通りですね、はい、その駆除された鹿なんですけれども河合さんのおっしゃったようにお肉というのはこのジビエ料理としてこの活用が進んでいるんですが、うん、皮というのは産業廃棄物として廃棄されていることが多いんですよね。なんかね、鹿の皮は加工するの難しいって聞いたことあるんですよ。そうなんですよね、確かにあんまり聞かないですよね。聞かないですが今その鹿の皮があるものに生まれ変わっているんです。それがバッグやお財布といった出た、はい、小物なんですけれども河合さんと、はい、そして小宮山さんにもね、はい、ご用意をしましたのでちょっと触っていただきたいなというふうに思うんですが、はいはいはい、河合さんにはねサンダルか、はい、サンダルですね。そして小宮山さんには、ね、お財布をお持ちしたんですがどうですか、はい、触ってみた感じ。いやなんかね、うん、柔らかいんですよね、はい、すごくソフトな触り心地、うん、なんか履きやすそうです ね、確かにすごく軽いですね。もっともうズバリお二人が言ってくれたようにですね、うん、鹿の皮っていうのは皮が柔らかいなおかつ軽くてこのしなやかさが続くという特徴があるんですよね。でスタジオにもあります、うん、バッグですとかね、あと長財布にもこの鹿が活用されておりまして長年使うごとにツヤが出てきたりとかいい、ね、また色が、ね、濃く出てくるものもあるというんですよ ね、 いいね。使えば使うほど味が出てくるんだね。はい、バッグなんかですと中に、ね、物をたっぷり入れても皮そのものが軽いので、毎日持つものはね、やっぱ軽い方がいいよね。で、肩が疲れづらくなったりします。で、この駆除されました鹿の皮を生かしたアイテムを製作販売していますのが長野市鶴ヶにあります衣料品店インスワールです。いい味出してる。はい、お店を切り盛りされるのは和田優さん、美奈子さんご夫婦です。出た出たおしゃれ夫婦。見てください、この見た目の見た目おしゃれでしょ。素敵ですよね。鹿の皮なんですけれども、兵庫県の専門のなめし会社でなめし加工を行っておりまして、はいはい、そのなめし加工をする際もですね天然素材のみを使用されているそうです。でやはりの皮自体がねやはり柔らかいっていうこともありまして、はいはい、扱い作る上での扱いづらさもあるようなんですが、妻美奈子さんの手によってデザインされ一点一点加工されているということなんです、うん、いや確かおしゃれだもんな。確かにこのサンダルもねなんかちょっとシンプルだけど、はい、なんかこうセンスの良さを感じるよねデザインも、うん、ね、そこが大事なポイントでして、うん、やはりこう革製品としての良さまたデザインに注目してもらって、うん、そこから有害鳥獣の鹿が使われているんだよっていうことをね知ってもらって製品を長く使ってもらいたいという思いがあるというんですよね。はい、でこの野生の鹿なんでね野山を走り回っていたりとか、はいはいはい、個体同士が喧嘩して皮そのものにこう傷が出たりすることもあるようなんですが、うん、それはもう大量生産では出せない
もう一つの味として楽しんでもらいたいというふうに。個性ね、模様が違うとかね、はい、そうなんですよね。現在は主に西日本で駆除された皮を使っているんですが、今後は信州産の皮、はい、そして信州のなめし会社、さらに和田さんが手掛けるオール長野でのものづくりをされたいというふうにお話しされていました。はい、バッグや、ね、お財布ですと毎日使うものですから、はい、うん、命を使い切るといったことも、ね、より身近に実感してもらえるのではないかなというふうに思います。なお、お店なんですが月曜日定休となっておりますので、はい、問い合わせなどは、はい、明日以降にお願いいたします。はい、今回ですね、駆除されました鹿の活用方法についてご紹介しました。